はい、こんにちは、シャスカです。素晴らしい人間関係で幸せな人生をということで、コーチング講座の第15回になります。ご視聴感謝してます。今回第15回のテーマは視点を変えるです。ぜひ最後までご視聴ください。まず自分を変えるということですね。コーチングっていうのは相手を変えるための考え方やスキルではありませんと。相手を変えることはどんな手法でも絶対にできませんと。自分自身を変えるための考え方やスキルですと。自分が変われば鏡として映っている環境もやがて変わっていきますということですね。で、基礎基本が大切ということで、基礎基本3原則と、感謝に徹する、尊重する、相手の望むことをすると、この3つが土台としてある人であれば、まあ、テクニック、ノウハウ、スキルというのはね、実はまあ本人が無意識にでも自然とやってしまっているものであるということです。まあ、逆の言い方をしたら、こうテクニックとかスキル、ノウハウを一生懸命行動していく中で、基礎基本の考え方を作っていくという、まあ、逆の言い方もできるかもしれません。はい、第15回は視点を変えるというお話になります。どんな人も自分はこの社会の中で重要な人物だと思っていますと、ね、これはですね、もう地位とか権力とか名誉とかね、お金をどれぐらい持っているかとか、人脈としてどれぐらい持っている持ってないとか、そんなの一切関係なく、全ての人はね、この社会の中で重要な人物だと思ってるんですね。だから基本的に24時間365日自分のことについて悩み、自分自身の願望について思い描いていると。過去のこと、未来のことですね、まあ、そういったことを考えていると、まあ、よく言う話ですけども、地球の裏側で大地震が起きてね、すごいたくさんの人が亡くなったというニュースよりも、今日朝起きた時に少し頭が痛いということの方が本人にとっては100万倍以上大事なことだという、それが私たち人間なんですね。だから自分自身と他人との関係でもね、自分は他人からどう思われてるんだろう、自分はあの人のことが好き、あの人が嫌いと、自分はあの人にとって今どういう立場なんだろうとかね、自分はこの人からどういうふうに思われてるんだろう、好かれてるんだろうか嫌われてるんだろうか、常に物事を見る視点っていうのが自分なんですね。まあ、そういう意味ではもう基本的に人っていうのは自我、エゴの塊であると言っても、もうこれは仕方がないと、まあ、それが私たち人間なんですね。で、そうした時に人が強く渇望しているっていうのは自己重要感であり、ね、自分という存在はこの世界、この社会の中で重要な人間なんだという、その感情、その感覚っていうのを求めてるんですね。言い方を変えると、理解や共感、自分自身というものを理解してほしい、認めてほしい、そして同じ感情というのを共有したいと、こういったことを求めながら生きているということです。だから理解してほしいと、ね、理解されたいと心の中で叫びながら生きているということです。しかし実際にこの自己重要感が満たされることっていうのはほとんどありませんと、ね、実際普通に生きていてね、自分の自己重要感が本当に満たされたということっていうのは、数十年の人生の中で一体何回あるのかというような、それぐらいこうね、もう多くの人が渇望しながらなかなか認められることがないという、まあ、それが自己重要感なんですね。で、なぜ満たされることがないのかということです。それは理解されたいとは思っても理解したいとは思ってないからですね。自分のことを理解されたいというのはものすごく強く思ってるわけですけど、相手を理解したいというふうにはほとんど思っていないと。それがもうみんな同じなんですよね。だから目の前にいる相手よりも自分自身の方が自分の人生において重要な人物だと思いながら生きていると。それが人間ですということですね。なので、みんなが求めながら誰も満たすことができていないという、そういう欲求が自己重要感だということです。だからみんな、全ての人は自分自身が正しいことを知っていると思っていて、自分自身の方が何らか相手よりも優れているというふうに思いたい人なんですね。仮になんかね、人よりも自分はね劣っているとか、もしくは謙虚に振る舞っているように見えたとしても、実はそれはね、誰かに対して謙虚っていうのは誰かに対して傲慢っていうのと裏返しですから、誰かに対してすごくこうね、謙虚に振る舞っている人っていうのはね、必ず自分より下の人を見るとね、その人に対しては傲慢に振る舞っています。だからあんまり信用信頼に足る人物ではないんですね。
本当に信用信頼に足る人物っていうのはどんな人と接しても全然ね、変わることなく普通に自然体で接してくれるっていう人が本当は信用信頼に足る人物だと。でもそういう人っていうのはほとんどいないんですね。ものすごく謙虚なように見えて実は誰かに対してものすごく傲慢、自分の上に対してはへつらうけれども自分の下に対してはこう威張るというのが基本的な、まあ、自我があるエゴのある人間の一つの特徴だということです。なので相手を見るときも相手の話を聞くときもいつも自分の過去の経験や記憶と照らし合わせながら生きているということですね。相手を見るとき、例えば相手がね高校生だったときは自分が高校生だったときとかね、相手の話を聞くときにそれは自分自身も同じような経験をしているかしてないかというやっぱり基準が常に自分なんですね。そして過去の記憶をもとに想像し、ああわかるわかるとね、だよねと。でも私たちの会話の 90% から 95% っていうのは単なる自分の記憶のダウンロードに過ぎないわけです。自分自身の記憶をね、その瞬間その瞬間こうダウンロードして思い出しているだけと。同じであればね、過去の自分がやった経験記憶と同じだったらね、そうだよねと、わかるというふうに共感。で逆に違えばね、うん、そうかな、そうは思わないけど、違うんじゃないのっていうことで反感を抱く。いずれにしても相手から新しいことを何か学ぶっていうことは何もしてないわけです。ただ単に自分の記憶を引っ張り出してきているだけと。しかし、ここで思い出したいことがあるということです。それは、自分はこの全宇宙の中で特別なオンリーワンであるということですね。この時代に、この国に生まれ、この環境の中で、例えば親が誰、ね、幼い時どういう育てられ方をした、どんな学校に行った、そういうね、時代、国、環境、もしくは持ってる個性、才能、そして遺伝子レベルの情報、DNA、すべての面で全く同じという人は、ただの人にもね、たとえそれがね、双子だったとしても違うわけです。だから、全宇宙の中で特別なオンリーワンっていうことをやっぱり覚えておかないといけないわけです。相手と自分は絶対に違うと。ね、だから全く同じ時代に生まれ全く同じ、ね、あの国で全く同じような親に全く同じように育てられ全く同じような学校教育を受け全く同じ個性を持って同じ才能を持っていたとしたら、ね、相手と同じ本当の意味で共感することはできるわけですけど、そんな人いないわけですよ。だから相手と自分は絶対に違う。だから自分の過去の経験をもとに相手を想像してもまず理解できないんだと、ね、あの本当の理解と共感っていうのは究極的にはまあ無理なんですね。なぜなら別人だから。だからかなりの部分でこう理解共感をこう努力して求めるっていうことはできますけれども、やっぱり 100% 完全完璧に理解共感するっていうのは私たちは残念ながらできないように生きているわけです。それは自分自身が特別でありオンリーワンだからです。だから自分の過去の経験記憶というのが最も当てになるようで一番当てにならないんですね。それを元に想像してもまず相手のことを理解することもできれば本当の深いレベルでの同じ感情を共有するという共感をすることもできないということです。だから相手を本当に理解しようと思えば自分の視点から相手を見るのではなく、つまり自分のね、過去の経験、記憶に照らし合わせながら物を見たり、相手を観察したり、相手の話を聞くのではなく、相手の視点から相手を見るというしか方法がないんですね。例えば、相手が子供だったら、大人の視点ではなく、子供の視点で世の中を見直してみる。多くの大人はね、自分の方が知識もある、経験もある。だから、自分の方が正しいことを知っていて、正しい答えを知っている大人が子供に何か教えてあげるというスタンスを取りがちですよね。でもそれはね、子供にとって適切なアドバイスにはならないんです。なぜなら時代が違うから。そして持ってる個性とか才能とかね、情報遺伝子レベルの DNA が違うから。だから大人は子供にとっての答えって知らないんですよ。答えを知らないのに知ってるふりをしてものを教えるから子供が不幸になってしまう。そうじゃなくて、子供の視点で世の中、今の時代にの子供だったら自分はどういうふうに考え、もう答えを知ってる大人として相手を見るんじゃなくて、答えを知らない、同じ答えを知らない子供だったとして
どういうふうにものが見えるか考えるかっていうのを癖づけていく必要があるんですね。相手が異性だったら、男性にとっての女性、女性にとっての男性だったら、自分の視点ではなく相手の、異性の相手の視点で世の中を見直してみると。なぜ、ね、女性はそれほど、ね、買い物が好きなのかと、ね、それがウィンドウショッピングなのか、本当にそのブランド物のバッグが欲しいとかね、洋服が欲しいとかね、もしくはそのデパートショッピングセンター、もしくはスーパーのお買い物が好きなのか、 なぜ食後は、ね、ラーメンではなくてデザートスイーツなのか、そういったのっていうのはね、男の人が自分の過去の経験記憶で想像してもまずわからないわけです。だから自分が女性だったら世の中っていうのはどういうふうに見えるんだろうということで、相手の視点になろうというその心がけっていうのがすごく大事になってくるわけです。でより具体的にはね、今のはちょっとこう抽象的な話になってしまいましたけれども、より具体的には物理的な視点実を本当に変えてみるというのもおすすめの方法です、ね、例えば大人の自分が膝をついてね、例えば子どもの身長が100センチですと、ね、自分の身長は170センチですと、70センチ高いところから物を見てますよね。だけど大人の自分が膝をついてね、同じ100センチの子供と目の高さを合わせてみるわけです。で話をするときに上から下にこう目線として話すんじゃなくて、相手と同じ目線になって話をしたり聞いたりする、もしくは世の中、例えば家の中とかね、道路とかを見てみるわけです。そうすると見えてる世界の感覚が変わる。これは必ず変わります、ね、やっぱりね、子供の例えば100センチの高さで世の中を見るとね、やっぱ結構怖いと思うんですよ、ね、自分は上から見てたから怖くなかったんですけど、同じ高さで見るとね、例えばテーブルの方が高いとかね、そういったのを一回一回こう確認すると、あ、こういうふうにこの子は世の中が見えてるんだっていうことでね、だいぶ感覚が変わります。またそのいわゆる日本語に上から目線っていう言葉がありますけど、どうしても大人の方が身長が高いから、ね、上からものをね、自分は答え知ってる、あなたは答え知らない、だから答えを教えてあげますっていう上から目線になりがちなんですけど、目線を変えて同じ高さ、もしくは わざと自分が低くなってもいいかもしれませんね。そうするとあんまり上から目線のものの言い方とか口調っていうのをだんだんしなくなるというところもあります。またいつも相手と真向かいで座っているとね、自分の椅子があってね、ちょうど真正面に相手の椅子があると完全に対面ですよね。でそれをね、いつもそういうふうにこう会話をしてるんだけれども、あえてわざとですよ、自分が座席を一つ横にずらしてね、斜め向かいで座ってみるということをするわけです。でそうすると相手との感覚がなんとなく変わりますね、目線が変わるからです。真正面だとですね、すごくこう真剣に向かい合ってる感じはするんですけど、若干視線がきついんですね。だから対決姿勢っていう言い方をしたりするんですけど、真正面に座って一対一でね、座るとね、どうしてもこう対決姿勢っていうか、ちょっとこうね、よく言えば真剣なんですけど、悪く言うとちょっとトゲトゲしい雰囲気になりがちなんです。だけど自分があえてね、相手は同じ場所に座ってるんだけど、自分はちょっとこう今日は気分転換でこっちに座るねっていうことで、こう横に座って斜め向かいになると視線がずれますよね。だから目と目が完全にこうピターってこう合わなくなるわけですよ。だから少しこうね、緩くちょっとこう空気を緩めるっていうことができたりするんですね。そうすることでこう同じ相手と向かい合ってるんだけど、なぜかこう自分がね、ちょっと相手から受ける印象とか感覚が変わると、そういったこともあります。もしくは自分一人の時に相手がいつも座る席に座ってしばらく物事を考えてみるということですね。だから例えばね、いつもだったら自分は上座に座っていて相手が下座に座ってるんだけど、ね、今回はちょっと自分が下座に座ってみると。そうすると当然ね、見える景色とかね、雰囲気っていうのが変わりますよね。もしくはいつもは通路側に座ってるんだけど、あえて窓際に座ってみる。なぜなら相手がいつも窓際に座ってるから、窓際の相手はね、どういうふうにね、例えば自分の家を見えてるんだろうとかね、自分の行きつけのお店をどういうふうに見えてるんだろうとかっていうのを、感じてみるということです。で本当はこういうね、物理的な視点を変えるということをもう少しこう超えて、心理的に相手の視点から物事を見れるようになっていきたいと。それが理想ですよね。まあ今言ったね、膝を曲げて子供と視線を合わせてみるとか、ね、座席を変えてみるっていうのは、
まあ、ある意味小手先って言えば小手先ですよね。だから究極的にはそういうことじゃなくて、自分の記憶じゃなくてね、自分の過去の経験による記憶もしくは想像によるものではなくて、自分とは違う相手の視点で世の中にを見れるようになっていると。まあ、それが確かに理想は理想です。最終的にはそういうふうになっていきたいわけです。そうすれば本当の意味での理解とか共感というのができるようになりますよね。ただ行動習慣人格っていう、行動が習慣を作り、習慣が人格を作っていくわけで、究極的にはね、相手を本当に理解できる、そして相手と本当に共感できる人格っていうのを作っていきたいわけですけれども、長年で身についてきた思考の習慣、ものの考え方の習慣っていうのは一朝一夕それほど簡単に身につくものではありません。まあ、数字に科学的な根拠がどれぐらいあるかっていうのはちょっとわからないですけども、一般的に自分の本当の人格っていうのを変えたいという時は生きてきた年数の半分が必要というふうに言われてるんですね。ですから30歳の人は本当に自分の人格を変えようと思ったら半分の15年かかってしまう。まあ、つまり45歳ぐらいで変えることができるとかね。もし40の人だったら半分の20年かかるから、40歳から一生懸命取り組み始めても60ぐらいにやっと自分の人格っていうのが変わっていくと、まあ、いうふうに言われています。まあ、この数字がね、その生きてきた年数の半分っていうのが科学的にどれぐらい根拠があるものなのかどうかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ、言いたいことっていうのはそんなに簡単に、ね、人格、その人がね、本当に自分の目線からじゃなくて相手の目線から物事を見たり感じたりね、するってことはそんなに簡単にできるものではないというのがお伝えしたいわけです。だから習慣っていうのはね、一度身についたらなかなかそれを切るっていうことは難しい。不可能ではないんですけど、簡単なことではないですね。まして一朝一夕にできるものではないと。ですからね、本当は習慣とか人格っていうレベルを変えたいわけですけど、1段階レベルを下げて、今すぐに今日からでもできる行動レベルでまず物理的に相手と視点を合わせてみる。まずここから始めてみるとね、何も変えなければ何も変わらないわけなので、まずは変えられることを変えてみると。それは物理的に相手と視点を合わせてみると、ね、膝を曲げて座ってみるとかね、座席を移ってみるとかね、そういったことっていうのは今日からでもできるわけですから、まずはその行動レベルで視点を変えるということをやってみるわけです。で、その具体的な行動を続けていれば、やがて自分の視点からではなくね、相手の視点から物事を見てみようというのが無意識にね、刻まれると。自分自身がね、いつもは意識的にね、ちょっと今日はね、座席を変えてみようとかね、今日はちょっとね、膝を曲げて相手とね、目線を合わせて、もしくはちょっと自分の方がわざと下からの目線になって相手の話を聞いてみようっていうのは、最初は意識しないとできなかったわけですけど、それを繰り返していると、意識を繰り返していくと、だん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 無意識でもできるようになってくるわけですね。そうすると習慣になる。3日、3週間、3ヶ月、3年ということで習慣になり、やがて人格。そういうことをね、まあ意識しなくても、ね、自分の視点からではなくて相手の視点から物事を見たり話をね、聞いて、心の底からね、相手と理解したり、相手を理解したり共感できるようになっていくっていう、まあ人格へと育てていくということです。行動、習慣、人格ということで、最終的には人格っていうのを磨いていきたいわけですけど、その1段階前で習慣、その1段階前で行動ということで、じゃあすぐにできる行動は何ですかって言ったら、物理レベルの視点を変えるという行動ですね。で、もしあなたが自分の過去の記憶からではなく、相手の視点からものを見て、心からの理解や共感ができるようになれていたら、これは間違いなく素晴らしい人間関係を築いていくことができるようになっていく。やっぱり嬉しいですよね、相手からするとね。相手が本当にね、この人はだけは分かってくれたとかね、この人だけはね、同じ感情を共有できた、共感できたっていうことがもしあったら、それは相手にとってはもうあなたは特別なね、かけがえのない存在になっていくわけなので、あなたがもしね、相手の視点から物が見れるようになった、相手の視点から話が聞けるようになったとしたら、これはもう本当に素晴らしいスキル、一生ものの財産になっていくと思います。まあ、その最初の第一歩としてね、ぜひ試しに視点を変えるということをやってみてください。はい、次回第16回はですね、自己憐憫を理解するというお話を聞いていただく予定です。次回もどうぞお楽しみに。もし、今回のお話がですね、何らか気づきのヒントになったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。